東芝ブレイブルーパス東京対 NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪。マスコットキャラクターのルーパス君も今日もキレッキレの踊りで選手を迎えてくれます。さあ今度はどうでしょうか、ブレイブルーパス今度こそというモールを組んできましたが、いいモールですね。そのまま流れ込んで、ブレイブルーパスお箱のモール、大内前節2トライに続いての最初のトライはブレイブルーパス東京大内真のトライです。12番中尾というのも今シーズンいい活躍してますね。そうですね、で彼の存在本当大きいと思いますね。あの10番12番どちらでも確実にこう自分のパフォーマンスを発揮する。ワーナー・ディアンズが楽々と取りました。そして徳永、前節はリザーブで今日また先発に戻ってきました。前が空いてる、打ち返したところ杉山、ブレイブルーパス2本目のトライ。さあそしてゴールも決まって14対0。ワーナービッピー絡めない、潜り込めるかブレイブルーパス。さあレッドハリケーンズのディフェンスがここはまだ守っています。ワーナーディアンズ潜り込んだか、置いているかどうか、まだボールは手前です。藤野、藤野のトライ、ブレイブルーパス3トライ目、これでボーナスポイント現時点で獲得。ハリケーンズラインアウトを苦戦しています。どうでしょうか、たまにバルがぶつかってきました。マッカラン、あそしてナイカブラだ、ナイカブラ一直線、ジョネン・ナイカブラ今シーズン9トライ目。頭頸部に直接コンタクトがあると、はい、あのハイスピードでですね、基本的にはレッドカードなんですよね、はい、あとはそれからどれぐらいこう、はい、軽減要因があるかということで下がっていくんですけど、なんだ、インパクトとしては大きい、はい、じゃあレッドカードでいくんですけど、はい、大丈夫ですか、はい、はい、相田さん、レッドカード、はい、赤の14番に提示しようと思いますけど、いかがでしょうか。13ですよね、直接的なコンタクトで力が働いていて、はい、ここで瀬田玉にワルにレッドカードが提示されて、もちろんトライも取り消し、ラインアウト、ここはラベマイで取りました。浮いたボールはプレーオンか、プレーオンか、大内、その後絡まれるがレッドハリケーンズボールになりました。グリップですかね、ちょっと今あのボールがこぼれそうになって孤立したんですよね、はい、そこを逃さなかったですね。ラインアウトをしっかりと取ってモールを作って、ここにバックスも入っている、うん、総力戦、全員が入ってきた、ブレイブルーパス全員が入ってきて、バックスも入ってのモールで取りました。フェルマーク、さあトライまで行くか、まだアドバンテージがある石原、前節はゲームキャプテン。ここで途中出場タイラーポール、折り返した、さあどうだ、茂野、外にスルンネがいる、ラリー、スルンネ飛び込んだ、ヒントでしょうか、ライン上かな、いやー見事にトライと見えますが、どうでしょうか、タッチラインにもしかしたらかかってるかもしれないというところ、最後チェックされてたと思うんですけれども、はい、タックルをジャンプでかわすのは危険だからダメだけれども、はいね、トライを取りに行くときにはいいよということで、はい、うわーこれも決めました、レッドハリケーンズが返しました、うん、
かりと取ってモールを作ります。原田初トライなるか、原田初トライなるか、どうだ、解消する前にバックスラインが参加してオフサイドになっているので、モールタムが結果的に作られてしまっているので、モールに影響しているかといえば、オフサイドで、ペナルティ再開、ドコモさんボールで再開しようと思います。トライ取り消しのようですが、徳永さん、原田、アドバンテージ、これも食い込んでいく、ブレイブルーパス、確実に確実に、さあそして松田がボールはまだ、おー外に渡って豊島翔平、うん、どうだ、うん、今ラインどうでしょうか本人苦笑いですので多分大丈夫なんでしょう。豊島翔平のトライ。10番の位置に入っているメイヤー。7フェーズ。さあ、ここで牛原、前の試合ゲームキャプテン、牛原がここに来た。NTT どこも一筋8年目。あっと最後のコンになって。80分の方はすでになっています。ここでフルタイムの笛が鳴りました。35対7、4強争い、その渦中にある東芝ブレイブルーパス東京がボーナスポイント満点5点を獲得して勝ち点5をゲットしての勝利ということになりました。中尾隼太選手です、おめでとうございます。プレイヤーオブザマッチ当日変更で12番から10番に変わりました中尾。中尾さん、いかがでしたか。はい、今日はタッチキックですよね、ラインアウトのモールが優勢だったので、それを導くタッチキック、非常に際どいところに、はい、よく落としていたなというのが印象的でしたね。もちろんそれ以外のプレーもフィールドプレーはもう安定してますね、彼は、はい、どんな時もいいパフォーマンスを発揮する、そういう選手だと思いますね。笑顔で、うん、答えます。中尾隼太がプレイヤーオブザマッチに選ばれました。金曜日の秩父宮のナイター、東芝ブレイブルーパス東京が35対7、 NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪を勝ち点5で破って4強入り、生き残った戦いをご覧いただきました。